松井秀喜ってなんで監督やらないの。人格者だしレジェンドだし頭も良いし人気もあるし適任だろ。無駄に叩かれるからやろ。やるとしたら巨人やけど今の巨人引き継ぎたいやつなんておらん。人格者は監督に向いてない。監督も辞退するぞ。巨人以外選びにくいし巨人はボロボロやし顔は変わらないけど白髪増えたな。向こうで生活の基盤築けてるみたいやから単身赴任で数年間の数億円のために移る気はないんやろ。ヤンキースに関わってた方がいいだろ。松井も家族も遅刻しまくりで人格者ね。日本は住みにくいからね。腹に WBC 出てくれ言われて2でも泣くことはあったんだから大した男やで。空一郎秀は人格者やろけどヤンキースコーチ一郎も松井も学生相手の責任の軽い指導やってんじゃないの。いっそのこと阪神の監督やれ。